弥彦山、うん、すごく立派だね。2400年の歴史、弥彦神社。万葉の道、これも300m。 和歌っていうのは万葉集みたいなの書いてある。ロープウェイ乗り場と登山道、こっちですね、うん、シソみたいな。飲めるんだっけ。飲めそうだね。こっちがある。結構みんな軽装だね。家族登山だね。こう登ってきました。やっと平坦、うん、はい、うん、うん、ごめん、いただきます。うん、登りっぱなしですね。なかなかいい登りです。階段状、通行止めだ。あのアンテナのとこ山頂かな、うん、見えなくなっちゃった。階段、新緑トンネル、うん、虹が出てくれました。あ、風がちょっと冷たいね。やっぱここで休めばよかった。向きがほら山に向いてるって。ママこっちで、こっち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 。あ、本当だ本当だ本当だ、うん、ほら山に向かって。あ、本当だ本当だ、うん、あ、やっと稜線乗りまして、うん、少し風が吹いてきましたね、こっちね。新緑と鳥の声は遠くに聞こえます。ほら、小さな沢。
この岩結構、岩が結構滑ります、ここ。さっきから。何の岩だろう。木の擦れてる音。なんかいるのかな。どう？サコミ発見でんの。気持ちいい、うん、橋だね、うん、おう霞にあって出まーす。うん、だんだん空が 近くなってきたね。あ、そうなの。9号目、あ、ほんとだ。あ、ほら、おぉ。あれ、種子島か。うん、稜線の上。木が。うん。あれ、まだ登るんだ、ちょっとね。坂だね。うん、まだだね。結構急だ、ここね。立ち入り禁止だ。うん。金属だね。いいわ。あ、寄せ。食べ物か。トニーって書いてあるよ。綺麗な森だね。下りか。もう間もなく山頂ですね。結構な運動量でした。うん、トイレかな。うん、あっちが山頂だよ、ほら。うん。こっちにある。これ伊藤だけでご紹介してます。いいね。あ、分かったっけ。あ、尾瀬が見える。白山見えるよ、ほら。そうなんだよ。いいね。あっちなんだ、あれ。あれ何？違うよ。向こうが角田山じゃねえか。ちょっと見えないかもしれないけど。すっごいいいね、ここ。ねえ。うん、
もうちょっと霞が取れれば見えるかもしれない。あーほら広々。お、見よっこうかな。アンテナに向かって拝む感じな。山頂こっちだからあれだけど。綺麗な円錐形。何分間隔なんだろうね。すごい。せっかくだから。で、2階のレストラン見てみよう。もう結構安いでしょ。カツカレーとか1000円で食べれるんだ。あ、さらに上がある、うん。塩分ね。キュートキュートですか。新潟新幹線だね。何つったっけ、エアホッケーって言ったっけ、うん、いくらなの。なんか全然もう滑らないの。あ、なんだこれ、懐かしいね。あ、バスケットもあんの。まあ下までだろうね。ちょっと行く。やっぱいいね、うどんそばはね。あそこ登るんだね。とりあえずあそこまで行きます。もうちょっと階段でこれかな。あ、だと思うよ。大平園地っていうのかな。に行きます。歩きやすいね。こういうところは。で、弥彦山があって。あれなんだろう。線路に見えるけど。歩道なのかな。ねえ、うん、広々して ねえ。計算な。あ、なんかこれいいね、古い。
うん、階段のところで危ないから。あ、本当だ。品評会だ。うん、あんまり甘くないやつ。あ、そう。うん。うまいのはもういいや。なんかいるよ。あ、鹿だ。